い、皆さんこんにちは、アシトマカです。今日はアップルウォッチを買ってだいたい3週間ぐらいが経ちました。アップルウォッチを3週間使ってみての感想や使用感など、良かった点悪かった点、こうしたらもっと良くなるんじゃないかとか、そういうのも語っていけたらと思います。使っている、ホームに入っている、アプリといいますか、そういうのも、見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、まずアップルウォッチの購入して良かった点を見ていきたいと思います。良かった点としてはやはり画面が大きくなった。画面が大きくなったっていうのは大きいですね。前使ってたのがシリーズ3の 38mm だったんですが、今度シリーズ4の 44mm に変えたところ、とてもボタンの押しやすさというかそういうのも良くなりましたし、表示も、すごくガジェットっていうんですかね、それが8つも表示できるようになって、とても便利になったと思います。またこのガジェットというかこう表面のデザインが、文字盤のデザインがすごくかっこよくて、気に入っています。あとは意外とこう持ち方が軽くなった、重さが軽くなったっていうのがありますね。前もステンレスを使ってて今回もステンレスなんですけど、前よりなんか軽くなった感じがします。で、一応ミラネーゼループを購入したんですが、こちらのナイロンバンドですかね、これが思いのほか、装着感が良くて、ほぼこちらのナイロンバンドを日頃は使っています。あまりこうスーツを着たりとかしないので、ミラネーゼループも、フォーマルな時には、付け替えたりしようかなと思っているんですけど、普段使いだともうこのナイロンのバンドですね、これがとっても使いやすくて、価格は1000円ちょっとぐらいなんですけど、全然問題ない感じで使っています。あとはいろいろ機能的にも速くなったとかいろいろ言われてますが、シリーズ3からすると、そこまで、価格差、速くなったとかそういうのは感じられないかなと、なので、シリーズ3からの買い替えは、あまりおすすめしないかな。それ以外初めて買う人とか、シリーズ2より前とか、そういう時には、かなりおすすめするかなという気はします。あとやっぱり新機能として、早くあの心電図ですね、心電図検知が、認可されてくれれば、やはりシリーズ4らしいというか、一番の売りなので、そこは、ぜひ早めに対応してもらいたいと思います。あと、そうですね、転倒した時の検知、転倒検知ですかね、はかなり、あんまり転ぶこともないんですけど、転んだ時とか、何らかのあれで、事故にあったりとか、そういう時にはとてもいいんじゃないかなと思います。そういう機能とかを考えると、ぜひ Apple Watch は、中高年の人たちに、持ってもらえば、心拍数だったり心電図だったり、転倒検知だったり緊急通報だったり、そういう面でも、かなり、高齢者中高年の、人たちのもしもの時のためにかなり役に立つ、そうですね、命を救ってくれる、機器になってくるのではないかなと思います。そこら辺がとても良かった点だと思います。Apple Watch の、使ってみての改善点と、改善点を話しますと、最初の噂では、最初シリーズ4ブラウザ対応、Apple Watch 用のネットとかサイトとか見れるっていう話もあったので、それもちょっと楽しみにしてたんですが、そこのブラウザ対応がちょっといまいち、対応しきれてないかなっていうのは、ちょっと残念でした。あと、Siri ですね、 Siri も、思ったよりちょっと進化が見られなくて、できれば Siri を使っていろいろ命令したりするんですけど、カレンダーとか、メッセージでメモへの入力とか、そこは、できれば直接入力できるようにしてもらいたいなと思います。ちょっと Siri で話すと長くなって、何時に何々をスケジュールにって言ってもうまく伝わらなかったりとか、
まあ、そういうのがあるので、そういうところをちょっと改善してもらえたらなと思います。あとはサードパーティーのアプリの、充実は課題かなと思います。だいたい、まあ、この画面上に映すのもだいたい純正のアプリではあるんですけど、まあ、サードパーティーのアプリがもうちょっと充実してくれば、かなり使える形にはなるんじゃないかなと思います。あとはやはりこう皆さんが言っているバッテリーの持ちですね、バッテリーがもうちょっと、ま、持ってくれれば、まあ本当はこう夜寝る時もつけてこう心拍数とかそういうのも見たいんですけれども、やはり夜は充電に取られてしまうという、まあ、そこがちょっと、もう少し頑張ってほしいなと思います。あとはこう心電図の計測の解禁といいますか、まあ、そこが早く、まあ、1年以内に認可されるかは分からないですけど、まあ、それこそもうシリーズ4の売りですので、そこのところを、早くできるようにしてもらえたらなと思います。まあ、改善点としてはだいたいそういう感じかなと思います。はい、続きましては、まあ、どういうアプリを使っているかということで、まあ、最初にこの、まあ、文字盤、最初の文字盤に入れている、まあ、アプリを解説していきますと、まあ、この右上から充電バッテリーですね、バッテリーのパーセントで、ここが、その日の気温ですね、気温が、入ってますけど、これはちょっとぼかさないとですね、気温が入ってます。でここにまあカレンダーが入ってたり、これが音楽ですね、音楽が入って、まあ、これがこのアクティビティ、まあ、どれだけ運動したかっていうのが入ってます。今日は7000歩歩いてますね。で、まあ、これがワークアウトですね、どういう種類の運動をしたか、まあ、これ結構毎日使う。で、まあ、ここら辺がまたスケジュールがここに表示されて、まあ、これ、まあ、サプリとか、まあ、そういう感じのあれなんですけど、何時に飲む、まあ、リマインダーですね、こういうのが基本的に入ってます。まあ、これ結構いいです。まあ、一番、まあ、いいのはやっぱり気温もいいですし、スケジュールも使えますし、まあ、ワークアウトした時の、まあ、アクティビティとか、こう 何歩歩いたとか、まあ、こういうのすごく、すぐ使えますね。あとはまあ時間になったリマインダーで教えてくれたり、あとはまあカレンダー今日何するかっていうのもすぐ見れたりするので、いちいちボタンを押さなくてもいいので、そういうところは、すごく便利だなと思います。で、まあ、このドックと言われるところに、一応入っているのが、まあ、これが家の鍵ですね、スマートロック、これが、キュリオっていうスマートロックだったんですけど、2が出てしまってから、接続ができなくなってしまいまして、 Apple Watch で使えなくなりましたので、ちょっとそこは残念だなと思いながらも、一応入れてますね。あとはまあこの、まあ、仕事で使う、出退勤で使う、まあ、アプリが入っています。あとはまあ曲を聴いたりとか、こういうのが大体、まあ、日頃使う、アプリですね。あとはいろいろニュースだったり、まあ、こういうニュースもちょこっとした時に、まあ、スマホ見るまでもない時にこうやっていろいろニュースとかそういうのも見れるので、まあ、いいのかなっていう気はしますね。あとはまあ GPS だったり、まあ、こういうのは時々使いますね。で、まあ、カメラもよく、解説されてます。あとは、まあ、まあ心拍計とか、まあ、トランシーバーは使わないですね、基本的に。トランシーバーはこれ Apple Watch 同士じゃなくて多分使えないのかな、近くに、Apple Watch 持ってる人がいないので、まあ、いたとしても使うかなっていう、まあ、感じはありますね。まあ、基本的にこういう感じですけど、まあ圧倒的にちょっと、まあ、アプリがまだ少ないかなっていう感じはします。あと、まあ、やっぱりブラウザに対応してくれればちょっとこういいのかなっていう感じもします。はい、一応、まあ、Apple Watch の中身の紹介でした。はい、続きましては、Apple Watch に、まあ、シリーズ4が出ましたが、今後こういう機能が欲しいというか、まあ、今後に期待することですねをちょっと挙げてみたいと思います。まあ、個人的にはまず第一にぜひ、してもらいたいのが、まあ、家の鍵ですね、スマートキーはぜひ、かつ、まあ今何個か出てるんですけど、まあ、できればホームキットですかね、ホームキットに対応した、スマートキーっていうのが、出てくれれば、ちょっとこう
安心というか、信頼感も上がって、すごくいいんじゃないかなと思います。まあ、理想は本当もう10メートル以内に近づいたらすぐ開いてくれるっていうぐらいの、まあ、家の鍵がこのアップルウォッチに実装されればすごく使いやすいのかなと思います。あとはまあそれのつながりで車の鍵ですね。車の鍵もこういうちょっと海外とかではなんかちょっと見たような気もしますけど、まあそういう形で、まあ、今スマートフォンとかでもあったりするみたいなので、まあ、そういうのもアップルウォッチに実装されれば、まあ鍵をじゃらじゃら持ち歩かなくてもいいのかなっていうことで、ぜひ、まあ、近いうちにというかここ数年ぐらいで、まあ、車の鍵とか家の鍵、まあ、ぜひ、実装してもらえたらなと思います。あとは、まあ、これもどうなるかわからないんですけど、まあ、電子免許証とか、まあ、電子保険証とか、そういうのがもしこの中でできるようになれば、とても便利かなと思います。まあ、できないことはないと思うのでそういうのも、もう Apple Watch の中に入ってしまえばとても、持ち歩かなくていいので、逆に安全なのかなっていう気もします。で個人証明もできるということで、とてもいいんじゃないかなと思います。まあ、大体ですねここ近い 2,3 年の間にまあ、そういう車の鍵とか家の鍵とか、まあ、そういう電子証明書電子免許証などがもしできれば本当にこう、まあ、財布とか鍵とか持ち歩かなくても良くなる、もうこの Apple Watch 1個で、生きるようになるんじゃないかなということで、とても、そこら辺は持ち歩かなくていいというので、とても便利になるんじゃないかなと、期待しております。アップルさんに期待しております。はい、はい、アップルウォッチについての使用感や、まあ、良かった点悪かった点などいろいろ見てきましたが、まあ、結論から言うと買って良かったのかなという気はします。まあ、ただシリーズ3を持っている方は、まあまあ、そこまで、変化はない気もしますので、まあ、スピードとかも、まあ、新しく買いたいなと思っている方や、まあ、2以下の方にはすごくメリットもありますし、持ってない方はぜひ Apple Watch、まあ、こういう、まあ、スマートウォッチをつけることで、生活が変わったり、またそういう、まあ、特に、まあ、中に前にも言いましたが、こう高齢者中高年の方が持つと、そのメリットはとても大きいんじゃないかと。また若い方も、まあ、こうやってこの中に音楽を入れたりして、まあ、AirPods で聴いてっていう、まあ、スマートなやり方もありますし、まあ、スマートロックとかそういうのも、いろいろガジェットが出てくるととても、便利な感じで使えるんじゃないかなと思います。それではまた、Apple Watch を使っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ、Apple Watch 買ってみてはいかがでしょうか。それでは今日のところはこの辺で、さようなら。